11月18日横浜市緑区寺山町周辺を散策する街歩きイベントが健康街歩き万歩の会の主催で行われました。これは健康の維持増進を目的に区内のウォーキングコースを歩き地域の魅力を再発見するという全6回のイベントです。4回目の開催となったこの日は中山駅を出発し四季の森公園や神山地区を巡りました。まずは市街地にありながら豊かな里山の自然を残す四季の森公園を訪れました。徐々に色づき始めた紅葉や森の動植物を見ながら健康的なウォーキングを楽しみました。自然を満喫した一行は一路神山地区へ。地域に残る歴史を知ることができる神社や旧道などを巡り参加者たちは地元の歴史を学びました。地元でも全然知らないところばっかり連れてっていただけるのでなんかいい勉強になります。係の方がね、いろいろこう調べていただいてすごく説明してくださるのですごいためになりますね、勉強になります。昔の人が山を越え、谷を越えて歩いた道って結構あるんですね。それを知ることによって愛着を感じるというようなところが非常にいいんじゃないかなというふうに思っておりますけども、今後街歩きを楽しんでいこうと、そして健康につなげていこうと、仲間と一緒に行くことでもって楽しく継続できるというのがポイントだと思っております。